はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にイスルとクトク、ユズ、このアルコールをですね混ぜて飲んでみました。このチューハイは韓国で大人気だそうで、まあわざわざ日本でも売られているくらいですから、本当に大人気なんでしょうね。ユズって書いてありますけれども、味としてはレモンのチューハイですね。レモンサワーにかなり似ているアルコールであると言えると思います。アルコール度数が 3% ですし、かなり甘さがあるので、アルコールにしてはかなり飲みやすいアルコールであると言えると思います。生卵50個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。先ほどですね、病院に行ってきまして、右目を見ていただいたんですが、基本的には治りつつあるということです。視界がですね、若干白く濁っていますので、白内障が進んでいるのかなと思ったんですが、白内障でもないそうで、網膜剥離も治っているとのことで、順調であると言っていいと思います。で、筋トレについてなんですが、まあ、筋トレして良いと言われたんですけれども、やっぱ若干ですね、右目が痛いのと、右目が痛いのに引きずられて頭痛も発生しますんで、まあ、明日からですね、まあ、ちょっとずつ筋トレを再開していこうと思います。やっぱりこういう企画ですから、生卵をプロテインであると言い張ってですね、飲んでるわけですから、やっぱり筋トレしないと格好悪いと言いますか、収まりがつかないですよね。まあ明日から少しずつやっていこうと思います。まあとりあえずやっと右目に関しては落ち着いたのかなと思いますね。もともと僕は左目は視力結構良くて、右目はかなり悪いんですよね。でもしも網膜剥離が左目で起きていたとしたら、本当に人生が崩壊していた可能性があると思いますので、まあ、右目で良かったと。まあ大変でしたけど、まあ、最悪の状況ではなかったということですね。まあ何が起こってもね、解釈次第ですから。アドラー心理学のですね、まあ嫌われる勇気にも書いてあったと思いますが、まあこうみんなですね、主観的な宇宙というか、主観的な世界に来てるわけですから、何かが起こったとしても解釈次第なんですよね。辛いことがあったとしても、まあ、もっと辛いことが起こるよりは、まあこれぐらいの辛いことで良かったとか、まあ大変なことが起こったとしてもですね、まあそれはそれでこう、まあ鍛錬になるかなと、まあ精神的な鍛錬になるかなと思えばですね、まあ前向きに解釈して、まあ自分の心を、まあ騙し騙しやっていくしかないですね。はい。ということで、現場からは以上です。